入試、クオンやろう、クオン。続き、一週間ぶりに。今日ラストになればいいけど、いけるかな、多分、クオンの章。安倍の生命編はそんなに難しくなかった記憶があるんだけども。いや、もう暑くて全然ゲームできない、マジで。去年もそんな感じだったけど、夏はきっとこんな感じになると思うわ、本当に。毎日できないわ。死んじゃう。本体も死んじゃうし、俺も死んじゃう。あとめちゃめちゃ忙しくてできない、ゲームが。いや、とりあえず、とりあえずクオン5回目、多分最終回、クオンのショーでやっていこう。で、安倍の生命は今この持ってる武器、槍がめちゃくちゃ強くて、多分もう歩とかいらないんじゃないかな。じゃあ2人、サクヤと誰だっけ、あの2人の続きから。わからない人は2回目と4回目を YouTube で。そう、うつきな、うつき。え、もう落ちた、最悪だ。なんつうところで落ちるんだろう、本当に。なんかダメっぽい感じか、今日は。30度きついな、この時間でも。夏場はマジでプレステ2の調子が悪い、ほんと。いいよな、とりあえず最初のムービーはもうカットしていいよな、これは。さっき見たし。お、式神な、これ安倍の生命の。南よりあやかしの匂いを感じます。確かに匂うな。あやつはそこにおるのか。おそらくは下法に落ちた屋敷で、下道に落ちた術師が。一体何をしておるのやら。どうも相も変わらず愉快な男よな。南だったな。行こうか、前期、後期。は、我が主、生命様の命のままに。
この語気ってのがなんか強かった記憶がある。戦うよりもあのガードに入ってくれるっていう。で、飛燕はいらない。前期よりも語気がいい。でもどうだろう。しかもヒバリじゃないからな。最初からメラじゃなくてメラミ持ってるからな。これ絶対強いよな。どこだ？千人石火いらない。ステブもこれはちょっと嬉しい。いきなりか。この強さだからな、ほんと。これで、これでもう沈むからな、サハギンが。なんて言ったらいいんだ。安倍の生命が強いっていうよりも2人の武器が弱すぎるんだろうな。宇月と地下に行っていいんだろうか。どうなんだろう。おお、びっくりした。強いなあ。
発は結構早いよこれ。あ、強いわやっぱり生命。アイテムがないんだよな。でもしたいんだけどアイテムが全然落ちてないのよ。もうここまで来るとなんか敵よりも本体が落ちることの方が怖くなってきてる敵は大して怖くない、武器が強すぎるせいか。どこ行きゃいいんだこれ。何？お、何？おおおおお。お、まだいるか。
片白船3。定期的にセーブしたいんだけどな、3ってちょっと不安よね。匂うな。この桑からか？この穴、釘穴か。五行相克金穀木。桑の正気を金の木で沈めたと見える。抜け落ちた釘。さーて、いずこにあるものやら。あれよね、フロムソフトウェアは本当、安倍の生命を女性にするのが好きよね。男の生命見たことない。ドーマンの書、カンノに、桑の木は強い磁力を秘めておる。あやつらは意志を持った生き物なのだ。人などよりもずっと長く生き、そして人などよりもずっと咲かし、用が済んだ後は檻を見て、あの双子は封じ直さねばなるまい。封ずる術はいくつもあるが、どの方法を用いたものか。燃やせばたちまちに滅することができるが、死んでしまっては再び使うことができぬ。やはり締め縄か、あるいは風魔の釘を用いて生きたまま封じてやるのがよかろう。ただし、あやつらの磁力を考えると、釘が一本では通じぬだろうが。だが何にせよ双子など取るに足らぬ存在だ。呪法のための道具に過ぎぬ。わしに、抗し得る存在はこの世にあの女しかおらぬわ。阿部の生命な。そうよね、アシアドーマンとライバルだもんな。いや、そもそもどこ行きゃいいんだこれ。祠の奥から風が流れ出している。奥に空間が広がっているのだろうか。で、釘が2本。風魔の釘。なんかいるな、なんかいるな。あー、ここサハギンが出るとこじゃん。待て、なんかいる。いない、いない、いない。
歌が聞こえるでしょ。わ、どうした？もののけか。我はこの天帝の使うところの均等を必実す。盆上の刀にあらず、これ百連の刀なり。一下しせば、何ぞ鬼の走らず。あやつの手のものか。あやつは、ドーマンはどうした？死は、あの男は、我ら弟子を逃げとし、下法を止めようと。あやつらしいな。洞窟のうちに下法の逃げとなった、うつきという娘がおるはず。どうか、そのものを。約束はできぬが、まあ、心に留めておこう。やはり二本では足らぬか。二本では足らぬってことは、まだ本数がいるってことか。さあ、阿部の生命編後半です。早いでしょそんな長くないのよ、ここ阿部の生命編。もうすぐ実際ラスボス戦だからね。どうしよう。地図ないしな。でも戻れないしな、これ。陰の章、うつき編、1話、2話、前編後編やったけど、陰の章と、陽の章、昨夜も、3回目、4回目やったけど、それが同じ時系列で、その後の話が、阿部の生命、ドーマンを止めるために。燃えておるな。違うな。どっか地図がある、ここあるっぽい。燃え盛った死体がゆらゆらと揺れている。怖いなぁ怖い怖い
やめなさい。良き式だな。去る方にいただき、大事に持っていたのですが、これが最後の一枚となってしまいました。ああ、そなたがうつきか。アシアドーマンの下報に疲れていると聞いたが。今は、あの歌声も小さくなり、落ち着いております。ドーマンの父の望み通り、私の身はもはや人外のもの。命あるものを求め、体が乾いてしようがないのです。血肉を目にしただけで気が触れそうで、死人どもにも火をつけてしまいました。察するに桑を封じればよさそうだ。運が良ければ間に合うかもしれぬ。まあ、釘がなくては埒が明かぬがな。私はここで朽ちるつもりです。それはそなたの勝手だが、実の娘まで逃げとするなどはさすがに戯れが過ぎると思わぬか。そなたの父滅するがよいな。地図は地図が欲しい。もはや幾幕も持たぬ身なれど、不思議と何やら落ち着いた心地がいたします。どこ地図はどこ。このマップにある地図、あるっぽい。これ？いや、片白船。いや、待て、ある。違う。あった、ありました、地図。じゃあ今、こっから降りてきて、ここのつなぎ目のところ入って、いや、違うな、ここ降りたんじゃない、こっからだ。上から怖がって、ここバツになってるから、ここは戻れなくなってるんだ。いや、違うぞ、これ、どうなってんだ、これ。あー、なるほど、なるほど。こっから結局降りてきて、降りてきたのはここだ、やっぱり。合ってる合ってる。で、こっちへ来て、このまま下へ降りて、ゆりかごの前入ったんだ。で、このゆりかごの間の、この、ゲートがあるようなところで、さっきのうつきと会って、こう戻ってきて、今ここだ。ここに地図があったんだ。ってことは、戻る。いや、待って、位置関係が分かんないぞ。こっから来たんだ、ここだ。ああ、こっちじゃないわ。来たのここじゃないわ。こっち側だ。多分こっから降りてきたんだ。あれよね、昨夜もこっから逃げたもんな、最後に。この細い道から。だからこう降りてきて、こっから来たんだ。で、こっから入ってきて、このゆりかごの間。ここで、さっきのイベントが起こっての、このゲートみたいなところを通って、ここへ来たんだ。なるほど。
ってことは結局のところさっきのゆりかごの間ゆりかごの間の奥へ行ってさっきのイベントがあったところの奥へ行かなきゃダメってことだ。ここな。庭の花菖蒲の世話ができぬようになるのが少し心残りですけれど。ドーマンの書簡の4、あの双子は2本の桑の木は果たしてどこから来たものなのか。我らの二十歳の先祖がどこかで見つけ持ち帰ったものであるそうだが、これに似た桑をわしは目にしたことがない。東国かあるいは南蛮からでも流れてきたものやもしれぬ。かつてジョフクとかいう男が不老不死を求め東国より渡ってきたことがあったというが、いつの世もどの国にも愚かな者がいるようだ。不老不死など幻想に過ぎぬ。死ぬる体であるからこそ面白いのではないか。血肉と魂を削り合う旧敵との戦い、それに勝る優越などこの世にあろうものか。ラスボス戦でさ、そのドーマン戦で5機が役に立つのよ。もうここで5機使っていくか。ダッシュと負荷装備常に。いざという時に焦って装備しなくてもいいように。で、この後すぐにラスボス戦があるから。ラスボス戦の前にちょっと待ってて。
よし、お待たせ、行こう。どうするから5機で固めつつ、5機でガードを固めつつ接近戦、背後を取って切る。5機がなくなったら前機に切り替えて武器を下流に変える。これでいこう。風魔の国9本めちゃめちゃあるじゃん。ドーマンの書巻の3 前より取れる絹糸は魔性の力が儀集されたものであり、さまざまな呪法に用いることができる。まず風としての使い道がある。呪力を込めた絹糸で風をすれば、いかな怪力の持ち主でも開くことはできぬだろう。それ以外には糸を使って式紙を操る呪法もある。身の内に絹糸を通して作った傀儡ならば、簡単な命を下しただけで、あとは自らで考えて動くことができるだろう。あの女の肉と皮から式人形を作り、意のままに操るのも良いな。ここじゃねえのかな。とか嘘じゃろ、こんなんで死ぬとか。あいつら無視していくか、もうめんどくさい。
ここな。姿を見ぬうちに闇に見入られたか、ドーマン。生命、うぬの血肉からならば、良き眉が取れるであろうな。ここで果てよ。そしてクオンの贄となるがいい。方針変更で、もう初っ端から火竜で。ゴキどこ行った、あいつ出てなくね。あ、いた、真後ろにいた。よし、勝った。クオンの宝塞なしておれば、ウヌに手が届いた。こんな弱かったっけ。もうちょっと強かったイメージあるよ。帰ろう。あれ、足のもあんな弱かったっけな。なんか期待外れというか。
面白みもなく終わってしまった。見せ場もなく。やめろ、うつき、やめるのだ。遅かったか。これで上がり。新しきコアが芽吹こうぞ。我らが愛しご。黙れ。さて、気は進まぬが、まあ仕方あるまい。お待ちください。この娘は屋敷から出たこともなく父親に裏切られ、このまま死ぬのはあまりに哀れです。つづらから何が生まれるかは分からぬのだぞ。それでも強情な娘だな。分かったが、これを持つがよい。これはただの気休めさではな。なんて終わり方。どうした？早く出ておいで。これがおそっと。私を外に出るの初めて。お外ってすごく広いのね。これからいろんなところを見て歩こう。それで一番気に入ったところに住もうな。うん。では行こう。このエンディングの終わり方どっかで見たよな。なんだっけ、セキロでもあったよなこれ。最後誰だっけ、ミコとさ、セキロ最後旅に出るっていう。あれミコだったっけ、違ったっけ。それに近い何かを感じるんだけど、そこもやっぱフロムっていうあれか。お疲れ様でした。全部終わってしまった。正直言うとさ、これがなんでそんなにプレミアついてるのか俺には分かんない。この内容で
今これ2万とかするんじゃないの、確かめちゃくちゃ高くなってるよな、クオン1、2万するんじゃない。でもホラーを楽しむっていうよりも雰囲気を楽しむゲームかもしれない、クオンは。どっちかいうと和風平安的な。待て、アマゾンなんか20万とかわけわかんない値段になってるぞ、クオン。いや、でもなんか2万円前後になってるけど、正直これを見てまあまあ俺のあれも俺の腕もあるかもしんないけど、これを見てそこまでの価値はないと。いやでもまあまあまあ面白いゲームなんで、機会があれば攻略ルートさえ分かればサクサクほんとマイルドに解けるので、とりあえずお疲れ様でした。きっと次回もこんな感じで、次回からこんな感じで、ちょっと日にち開くと思うので、次何しようかな、わかんないけど、また後日次のゲームで。じゃあクオンお疲れ様でした。